速稼塾の久保です。今日は花谷龍馬さんにメッセージをお送りしたいと思っております。この動画をね、見ていただけたら非常に嬉しいなと思ってるんですけども、いつも花谷龍馬さんの動画を見させていただいております。まあ、私はですね、今47歳で、こう今ね、広島県の福山市というところに住んでいるんですけども、お察しの通りもう隠居暮らしをしているんですよね。隠居して3年目なんですよ。2016年から私はいわゆる労働といいますかね、それまではアフィリエーターだったんですけども、アフィリエートも今はしていません。でその前は私はサラリーマンでございました。サラリーマンをね、大学出てからすぐに始めて、岡山の大学出てからすぐにね、福山で就職して、株式会社ハローズっていうスーパーマーケットに勤め出したんですけども、それから7年ぐらいして、独立しまして、自分の会社とかお店を広島市内でやってたんですけども、これがね、全然儲からなくって、40歳まで私は1回もですね、資金的にプラスになったことがなくって、随分借金を抱えました。で40歳あたりから始めたインターネットっていうものをね、使いまして、まあそれからね、40歳まで私麻雀店のオーナーでしたんで、麻雀しかやってこなかったんですよ。まあですんでね、本当にパソコンっていうのは苦手でした。やったこともなかったんで、苦手っていう概念もないですね。で40歳からインターネットを使って何かができるんじゃないかなと思いまして、コツコツ始めまして、そしておかげさまでね、2013年から始めたインターネットビジネス塾、マインド経塾の速稼塾というものが広島で、ヒットしまして、おかげさまで全国に塾生さんを持つようになって、それまで抱えていた3500万ぐらいのね、40歳までに累積した借金を返すことができて、で今はね、私43歳になった時に、まあ、結婚もできまして、おかげさまでそれから2年後3年後にこの家を買いましてね、まあ、一括でポンと買うことができて、今は本当に、投資の利回りとか運用益だけでやっていけてますんで、アフィリエイトもいわゆるあらゆるビジネスをやめることができたんですよね。でそれまで私はこの SNS をね、自分の影響力を上げるためとか、ここでビジネスを仕掛けるためにやっていた部分が濃かったですけども、今は全然違って、この YouTube を通じて自分の売り上げが全く上がらなくても構わないようになりましたんで、まあいわゆる私の分かる範囲ですけども、まあ情報商材ですとか、まあ、悪質なアフィリエーターさんとかっていうのをね、まあ一部では、まあ、暴いていくといいますか、そういうのは危ないよっていうことをね、警告しながらも、自分で情報を見分けれる目をつけていきましょうっていうことを伝えていっております。プラスもう一個はですね、 SNS を活用していって、多くの方に語りかけていこう、多くの人を応援していこう、多くの人の役に立っていこうってことをね、メッセージとして送り続けております。まあ現在速稼塾の活動としては、そういうふうなね、誰かの役に立つような情報発信をしていきましょうってことをずっと伝えていってるんですけども、その中で花谷龍馬さんの動画を私は見つけることができました。すごくラッキーだったと思います。というのは、私の YouTube のログインした画面にはチャンネル登録者数の方がですね、10万人とか100万人みたいな形が出てこないんですよ。で再生数も一つの動画がやっぱりね、数十万回再生とか数百万回再生みたいなのしか出てこないんですよ。私のそのアルゴリズムにはもうそういうのしか出てこなくなっちゃったんですよね。で私が考えているのは、これからは多くの人に人気がある人ではなくて、少数であっても自分の波長が合う人、自分の波動が合う人、自分の言ってることとやってることとかこう一致しやすい人、一言言ったら気の合う人を探していくことが大事なんではないかなと思いました。その時に私のね、 Google のアルゴリズムでは人気者しか出てこなかったんですよ。ヒカキンさんとかね、はじめ社長みたいな、ラファエルさんとか、ああいう誰でも知ってる人しか出てこなかったんで、いわゆる多数派しか出てこなかったんですよね。で私が考えているのは、これからは多数決の時代から少数決の時代、ね、小さい集団だけども、そこに濃いメッセージを送っている方、そしてその方とどう気が合っていくかっていうところが大事だと思うんですよ。かといってね、これね、花谷龍馬さんが人気がないって言ってることじゃないんですよ。どんな人気者も最初は100人とか200人を大事にするところから始めてると思うんですよ。いや、そのね、花谷龍馬さんがこれから10万人とか100万人っていう方に語りかける、その一番最初の産声を上げたところで出会えたのが私はラッキーだと思ってるんですよ。花谷龍馬さんはこれからですね、多くのファンの方を抱えてですね、その方のためになる発信ができる人だと思います。まだお若いですしね、それからとても分析力もありますし、今日のね、 SNS の発信についても私ね、実は再生数1でいただいたんですよ。ついにこのタイミングが来たなと思いました。で嬉しくって、この動画を
お風呂上がった後にねちょっと撮ってるんですけども、こんな格好ですいませんけども、まあ私は随分年を取りましたけども、花屋龍馬さんはこれからの人だと思います。私なんてお呼びもつかないぐらい遠くの世界に行くと思いますし、私みたいにもう自分の生活費とか余剰資金が回り出したらもうビジネスやめたとか、社会からかかんのやめて隠居だみたいなんではなくて、花屋龍馬さんはこれからねもう世界中の方にアクセスしていけるような、そういうふうなね懐の広い方、そして翼のね大きな方だと思います。私はねその花屋龍馬さんがもう大人気者になって、私のメッセージなんて全然届かなくなるような時ではなくて、今この瞬間に出会えてラッキーだと思ってます。で今日のね SNS をすごくね、応援するといいますか、 SNS を活用していこうってメッセージも本当に私も思います。私はねこの Facebook とか SNS ですよね、 YouTube、 これがあったからずっと40歳まで累積した借金を返して、それから40歳を過ぎて今47歳ですけども、この7年間でもう人間の人生のねいろんなこうなんですかね、何人分をも経験したような気がします。今は本当に24時間中24時間が自由で、一日中 YouTube をアップロードしたり、一日中アニメを見たりね、少年時代見れなかったアニメがいっぱいありますんでそういうのを見たりとか、昨日はね映画に行きました。吉永小百合さんとかが出てるね、こう最高の人生の見つけ方っていうやつですよね。これは昔、あれですよね、もう洋画でやってたのがリメイクされたやつなんですけども、これいい映画でしたね。カンオキリストっていう私が20代の頃に見た映画のまた焼きなしなんですけども、すごく良かったです。また見に行こうかと思います。こういう風に何回でも映画に行けるんですよ。本当にね大贅沢しなければもう私はこれから大こけしなければ、ちゃんとリスクヘッジをしてればこのまんま時間とお金の自由をある程度担保しながらね、周りの人にしっかりと関わっていく人生が持てると思ってます。これはね SNS の力なんですよ。その SNS の力を持って花屋龍馬さんに出会えたら本当に嬉しいなと、ありがたいことだと思ってます。花屋龍馬さんがもしねお近くにいらっしゃってご縁があったら、お会いする時もあるかもしれませんけども、今日というタイミングにこの花屋龍馬さんお一人へのねメッセージを送ることができて本当に嬉しいなと思います。これはあえてですね一般公開の動画として残させていただきます。花屋龍馬さんが見てらっしゃったらきっと何かしらのアクションしてくれるかもしれませんし、花屋龍馬さんがね見ていらっしゃらなくても私のいつもの視聴者さんが見てくださると思います。ぜひね花屋龍馬さんという方のチャンネルをセレクトして見ていただきたいと思います。私がね、本当に今すごく大好きな方でございます。もちろん塾生さんとか私のいつものね視聴者さんも大好きですよ。大好きなんですけども、こういう風な情報発信ができる方っていうのはものすごくこれからね支持されると思うんですよ。ぜひ参考になりますので、花屋龍馬さんのチャンネル登録をして、それから動画をねアップロードされましたら、見ていただければと思います。私のチャンネル登録はね、自分の私のチャンネル登録してくださいって私は勧めることはないんですけども、もう人のチャンネル登録をしましょうって勧めてばっかりですね、そういえばね。まあこんな形でね花屋龍馬さんへのメッセージに返させていただきます。ちょっとねもう私も寝る時間なんでたどたどしいところもあったと思いますけども、これからもよろしくお願いします。それでは失礼します。